紫川の川面に春の日差しがキラキラときらめいて、厳しい冬を乗り越えた桜も新しい季節の訪れを喜んでいます。今日の良き日に私たちは、ふぅ、ちゃんとつっかえないで言えた気がする。もう一回だけ見直ししておこうかな。ん？こんな早くにお客さん？おはよう、リニー。突然来ちゃってごめんね。ううん、全然大丈夫だよ。でもどうしたの？実はリンリンに渡したいものがあって。はい、これ卒業おめでとう。かわいい花束、ありがとう。アコちゃん、大切にするね。本当よかった。実はね、リンリンに一番におめでとうって言いたくて来ちゃったんだけど、ひょっとして忙しかった？大丈夫だよ、アコちゃん。当時の原稿を読み直していただけだから。さすがリンリン、最後の最後まで準備バッチリだね。ううん、違うの、アコちゃん。すごく緊張しちゃいそうだなって思って。リンリン、大丈夫だよ。今まで超超超頑張っていろんなことに挑戦してレベルを上げてきたリンリンだもん。最上級ジョブ生徒会長のラストミッションだって絶対クリアできるってアコ信じてる。ラストミッション、そっか、そうだよね。最後までやり遂げてくるね。その息だよ、リンリン。でもな、リンリンの答辞聞けないのほんと残念だよ。ひなさんの答辞、きっとすごいことになりそう。ハコもそう思う。入学式の時も面白かったし、きっと超すごい答辞になるんじゃないかな。そうかも。そろそろ出ようか、アコちゃん。途中まで一緒に行こう。うん、もちろん。ねえお姉ちゃん、私のハンカチ知らない？宇宙人のプリントのやつ。ここにあるわよ。昨日のうちに準備しておきなさいって言ったでしょ。お母さんがアイロンかけておいてくれたわよ。えへへ、ごめんなさい。まったく、そんな調子で答辞は大丈夫なの？もちろん、とっくに書いて提出済み。でもね、なんかちょっと違う気がしてるんだ。どういうこと？書いた時はこれがベストって思って書いたんだけど、なんか今はちょっと違うかなって気がしてて。だから登壇した時、その時感じたことを言うつもり。あなた、入学式の挨拶の時もそうだったらしいじゃない。姉岡が自由な校風とはいえ、くれぐれも羽沢さんや先生方にご迷惑をかけないよ。大丈夫だって。それじゃハンカチも持ったし、そろそろ行こう。ちょっと待って、ひな、ネクタイ曲がってるわよ。え、ほんと？お姉ちゃん直して。仕方ないわね。ほら、こっち向いて、まっすぐ立つ。はーい。登壇する前にちゃんと鏡を見て自分で直すのよ。羽岡の生徒会長として恥ずかしくないように。わかってるって。今はただお姉ちゃんに直してほしかっただけ。え？だってほら、明日からネクタイ締めることもなくなるわけじゃん。ええ、そうね。はい、できた。もういいわよ。ありがとう、お姉
ちゃん。うん、私もお姉ちゃんのリボン見てあげよっか。うん、でもいつもピシッとしてるからいらないか。いえ、お願いするわ。ノー、大丈夫かしら。完璧。そう、ありがとう。なんか胸の奥がムズムズしてきた。お姉ちゃん、今日はさ、手をつないでいこう。あなた、大学生になるっていうのに。今日だけよ。やったー。ほら、早く行こう。ユキナ、ハンカチ持った？ティッシュは？ちゃんと持ったわ。ほら。それだけ？もう少し持って行った方がいいって。いっぱい使うかもしれないんだし。それはリサの方でしょ？う。バレた？バレるも何も。今日はきっと、たくさん泣くんでしょ？ご迷惑をおかけします。いいわよ、別に。リサが寂しがるのは、それだけ羽岡で会った人たちを大切にしてるからだって、ヒナも言っていたけれど、私もそう思うわ。だから、いくら泣いたっていいと思う。今日はそういう日なんだもの。リサ、あなた。泣かせるようなこと言うから。別にそんなつもりじゃ。ほら、これ使っていいわよ。ありがとう。この様子だとやっぱりリサの言う通り、もう少し持っていった方が良さそうね。それじゃ、そろそろ出ましょうか。え、でもまだ全然時間あるし、今日くらいゆっくり出てもいいんじゃない？だからよ。今日くらい、最後くらい、時間をかけて通学路を歩きたくて。なんだか、そうしたい気分なの。変かしら？ううん、全然変じゃないよ。今までずっと通い続けた道だもん。二人でゆっくり、思い出話でもしながら行こっか。ええ。それじゃ、行ってきます。行ってきまーす。今日の良き日に、私たちは卒業します。